ガチャ。久々、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。3秒間でどうぞ。さあ、正解は一瞬でわかりますよね。もちろんこのざっとシャツを説明できるものと言われたらあれですね。正解はサッチですね。そうです、サッチざっとで皆さん思い出せますね。そうです、 S は相当なものなので、で本来はこの形ですね。主語 B 動詞サッチ、そしてそれを土地、そうです、サッチを文頭に持ってくると主語と B 動詞の部分、それの語順が入れ替わる、ちょっと珍しい形式なので問われる確率は高いですね。ですから空所の右側は VS、 トムの熱意は相当なものだったので彼の友人は彼の決断をサポートしました、支持しました、そういう感じで OK です。では定着させるために画面を切り替えますね。サビさん復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で丸1番から丸2番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただきますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。